吉野のちゃん誘拐殺人事件とは、1963年3月31日に、東京都台東区入谷町で起きた、男児誘拐殺人事件、吉野のちゃん事件とも呼ぶ。日本で、初めて報道協定が結ばれた事件であり、この事件がきっかけで、被害者やその家族に対しての被害拡大防止及び、プライバシー保護の観点から、誘拐事件の際には報道協定を結ぶ慣例が、 生まれた、また報道協定解除後の公開捜査において、テレビを本格的に取り入れ、テレビやラジオで犯人からの電話の音声を公開し、情報提供を求めるなど、メディアを用いて、国民的関心を集めた初めての事件でもあった。犯人が、身の代金ダッシュに成功したこと、迷宮入り寸前になっていたこと、事件解明まで2年3ヶ月を要したこと、 犯人の声をメディアに公開したことによって国民的関心事になったため、当時は戦後最大の誘拐事件と言われた。1963年3月31日から16時30分から17時40分、東京、台東区入谷町に住む建築業者の長男、村越義信が自宅近くにある台東区立入谷南公園に遊びに出かけていたが、行方不明になった。 両親は迷子を疑い警察に通報。新聞などで誘拐ではなく行方不明として報じられる。4月1日警察の聞き込みの結果、公園で被害者が30代の男性と会話していた目撃情報を得たことから、警視庁、捜査一家は誘拐の可能性ありとして捜査本部を設置。4月2日から17時48分。 身代金50万円を要求する電話が入る。警察は3年前に発生した、まさきちゃん誘拐殺人事件の悲劇を繰り返さないため、報道機関に対し報道の自粛を要請し、報道協定が結ばれる。4月3日から19時15分、犯人から、子供は返す、現金を用意しておくようにとの電話が入る。4月4日から22時18分、 また身の代金を要求する電話が入り、家族が被害者の安否を確認させるよう求め電話を4分以上に引き延ばした結果、犯人からの通話の録音に成功。後に公開された音声は、この通話のものである。この後、4月7日まで犯人から合計9回の電話があった。4月6日から1時40分、犯人より子供は寝ている。 これから金を持ってくるところを指定するとの電話が入る。5時30分、犯人から上野駅前の住友銀行脇の電話ボックスに現金を持って来い、警察へは連絡するなとの電話が入る。母親がすぐに指定された電話ボックスへ向かったが、犯人は現れなかった。そして母親は電話ボックスに現金は持って帰ります。 また連絡くださいとのメモを残して自宅へ戻った。この電話ボックスにはその後も犯人は現れなかった。23時12分、犯人から、今朝の上野駅の電話ボックスは危なくて近寄れなかった。今度は、証拠として、子供の靴を置くから、そこへ現金を受け、場所はまた後で連絡するとの電話が入る。4月7日から1時25分、犯人から、 今すぐ一人で金を持って来いとの身の代金の受け渡し方法を指示する電話が入る。この電話で犯人の指定した現金受け渡し場所は被害者宅からわずか300メートルしか離れていない自動車販売店にある軽備は自動車だった。自宅をすぐに出た母親は犯人に指定された場所に行くとそこには被害者の靴が置いてあったので身の代金の入った。 封筒をその場所に置いた。警察がその車を見張り出すまでのわずかな時間差をついて、犯人は被害者の靴と引き換えに身の白金を奪取し逃亡してしまった。張り込み捜査員の一人は、母親が50万円を置いた側に回る途中、現場から歩いてくる背広姿の男に会ったが、気がせいていたため職務質問もしなかった。以降、犯人からの連絡は途絶え、 被害者も帰ってこなかった。4月13日、原文兵警視総監がマスコミを通じて、犯人に親に返してやってくれと呼びかける。4月19日、警察は公開捜査に切り替える。また、犯人からの電話を公開し、情報提供を求めたところ、一枚券に及ぶ情報が寄せられる。寄せられた情報には犯人に直接つながる有力情報もあったが、 直後の逮捕にはつながらなかった。4月25日下や北署捜査本部は、脅迫電話の録音を、異例の犯人の声手配として、ラジオ、テレビを通じて全国に放送、協力を求め、正午までに220件を超す情報が寄せられる。1965年3月11日、警視庁、捜査一課の捜査本部を解散、吉信ちゃん事件に関して先住者による、 特捜班を設置した。7月4日、警視庁、捜査一家の吉信ちゃん事件特捜班は、小原保津を、営利誘拐、強括容疑で逮捕。小原は、誘拐した夜、荒川区南千住のお寺で殺し墓地に埋めたと自供。犯行当時は、台東区岡地町の時計賞を解雇され取引先から、借金の返済を迫られていた。7月5日、 円通時境内で白骨化した被害者の遺体を発見。捜査は長引き、犯人を逮捕するまで2年の歳月を要した。捜査が長引いた理由には次のようなものがある。結局は、マスコミを通じて、情報提供を依頼する。事件発生から2年が経過した1965年3月11日、警察は、捜査本部を解散し、 FBI 方式と呼ばれる先住者を当てる方式に切り替えた。有力な手がかりとされた脅迫電話の録音テープについて、当初警察庁科学警察研究所の議官、鈴木隆に録音の声門鑑定依頼をしたが、当時は技術が確立されていなかった。言語学者の金大地春彦は、犯人の声が公開された後、あおや、 3番目という言葉のアクセントや美学音の使用等から大海南部または茨城県栃木県出身ではないかという推論を新聞に発表している。最終的には東北大学文学部講師を務めていた言語学者の鬼春人が1963年10月21日に犯人は郡山市南の南東北。 北関東出出身身であるるととという説を新聞にに発表し出身地の絞り込みにつながることとなったその後、警視庁が東京外国語大学の秋山和議に依頼した、官邸では脅迫電話の声を従来の推測とは異なる30歳前後と推定、正門分析で犯人からの電話の声が時計修理校の小原保つとよく似ていると指摘した。 事件発生直後の1963年5月に文化放送の記者伊藤昇が行きつけの喫茶店で声によく似た人を知っているという話を聞きつけたことがきっかけでよく顔を出すという飲み屋に張り込んで小原に録音を伴ったインタビューを行いさらにその後店にいる小原を呼び出して電話をした際の会話も録音しそれらの音声が残されていた秋山の指摘は 校舎の音声を脅迫電話と比較鑑定した結果であった。これに加え、刑事の地道な捜査により小原のアリバイに不明確な点があることを理由に小原を参考人として事情聴取が行われる。それまでにも小原は被疑者の一人として捜査線上に上がっていた。小原は1963年8月、再選泥棒で懲役1年6月の判決を受けたが、 執行猶予中の同年12月に工事現場からカメラを盗み、1964年4月に懲役2年の実刑が確定。前橋刑務所に収容されていた。警察は上記の窃盗罪での服役中の小原に対し、取り調べを幾度か言ったが、次の理由から決め手を書いていた。小原には、誘拐発生の1963年3月31日と、 最初の脅迫電話があった同年4月2日の両日、郷里の福島県内で複数の目撃者が存在していたが、刑事の平塚八兵衛らは徹底的なアリバイの洗い直しを実施した。3月31日の目撃者は雑貨商を営む老婆で親戚の男性から野宿をしている男を追っ払ったという話を聞いた、翌日に足の不自由な男が、 千どり橋を歩いているところを目撃したという。裏付け捜査により、この男性は、わらぼっちでのじしている男を追っ払った後、駐在所に不審者について報告し、放火されることを防ぐためその日の夕方に、わらぼっちを片付けた。その日付は、駐在所の記録で3月29日であることが判明。つまり、小原が老婆に目撃されたのは、 その翌日の3月30日であることが分かった。一方、4月2日の目撃者は、この男性の母親。十二市長海洋を患っていた孫が、一時、中断していた通院を再開した日に、小原を目撃したという。裏付け捜査により、この孫は2月2日から3月8日まで通院。その後、3月28日と4月2日にも、通院しているという記録が残っていた。 しかし、当日の孫の腹板は、前夜の節句での草餅の食べ過ぎが原因と判明。節句とは、上司の節句のことで、この土地では、旧暦で祝っていた。その年の旧暦3月3日は3月27日。したがって、病院に運ばれた日は、その翌日の3月28日ということになる。さらに、小原は、3月29日に実家に、 借金の申し入れをしに行ったものの、何年も帰省していない気まずさから、実家の蔵へ落とし鍵を開けて忍び込み、米のとう餅を食って、人よを明かしたと供述しているが、小原の兄嫁によると、当時は落とし鍵ではなくすでに南京城に帰られていたことが分かった。また、その年は、米の不作により前のとう餅は作らなかったことも、分かった。また、 片足が不自由であり身の白金受け渡し、現場から素早く逃げられない問題については、アリバイ崩しの過程で実際には、身のこなしは貧瘍であることが判明した。大金の金額については、脅迫電話テープの公開直後に30枚ほどの1万円札を持っているのを見たという情報が実定を名乗る人物からもたらされていたことや、身の白金が犯人に奪われた直後の1週間で、 小原がほとんど収入がないのに42万円もの金額を支出していたことが明らかになった。小原は前橋刑務所から東京拘置所に移管されたが、別件取り調べは人権侵害であるという人権保護団体からの抗議もあり、調子は10日間に限定された。小原は、黙費を続けた後に1963年4月に、えと大金の出所を、 時計の密輸話を持ちかけた人物から横領したと述べたが、その人物の具体的な情報は話さなかった。その点を問い詰められて、4日目に、金の出所についてのそれまでの供述が嘘であることを認めたものの、それ以後は再び黙秘したりする状況が続いた。平津から取り調べの刑事たちは、金の出所以外の供述にも嘘があるのではないかと何度も問いただし、 さらには、アリバイを崩す、捜査の過程で、福島県に住む小原の母親に会った際、もし息子が人として謝ったことをしたなら、どうか、真人間になるように言ってくださいと言いながら、母親が土下座をしたエピソードを、平塚自らが再現して、小原に伝えたりもした。しかし、事件との関係は否定し続けたまま交流期限を迎えることになった。小原は、 前橋刑務所へ戻されることになったが、最後の手段として FBI で正門関係をすることになり、音声の採取のため、1965年7月3日に取調室に呼ばれた。これについて、当初刑事たちはあくまで雑談だけをするよう命じられていた。しかし平塚たちは、直属上司の許可を得て、福島で調べてきたアリバイの矛盾を初めて直接、小原に伝えた。 追い込まれた小原は、ついに、それまでの東京に戻ったのは4月3日であるという自身の主張が事実とは異なり、4月2日には東京にいたことを、日暮里大火を山手線か何かの電車から見たと述べる形で認めた。この火災の発生は、1963年4月2日の午後、最初の脅迫電話がかかってきた時、テレビのニュースでこの火災のことを報じていたのを、 被害者の祖母が覚えていた。それでも、小原は1963年4月に持っていた金は、事件と無関係と言い張ったが、平津からは、これだけ材料を突きつけられて、まだ逃れられると思っているのか、と小原を追い詰め、それからほどなくして、小原は、金が、吉野部ちゃん事件と関係のあるものだと供述した。翌7月4日に、警視庁に移された小原は、英霊誘拐。 強活罪で逮捕され、その後の取り調べで全面的に犯行を自供した。円通寺の吉信地蔵おばは映画天国と地獄の予告編を見たことで犯行を計画したと述べた。被害者が右綺麗だったことから金持ちのこと考え、被害者が持っていた水鉄砲を褒める形で誘拐したが、被害者に足が不自由だと悟られたことから誘拐直後に殺害していたことが、 小原の供述から分かった。小原によると、被害者を親に返せば、足が不自由なことから自分が犯人と特定されると考えたため殺害に及んだという。身の代金の脅迫電話をかけた1963年4月2日には、すでに被害者は殺害された後であった。被害者は1965年7月5日未明、小原の供述から身の和橋近くの円通寺の墓地から、 遺体で発見され、秘密の暴露となった。遺体を検証した東京都観察医の上野正彦は、被害者の口元から2年で発芽するネズミ餅が生え出しているのを見つけ、確かに途中に2年も埋められていたことに、改めて冥福を祈ったという。その後、被害者の供養のため、円通寺の境内には、近隣住民らによる募金などをもとに、吉信地蔵が混流され、建て祀られている。 小原は、営利誘拐、殺人、死体遺棄、強括の被告人として起訴され、1966年3月17日、東京地方裁判所で死刑判決を言い渡されたが、弁護側が計画性はなかったとして控訴。同年9月から控訴審として、計3回の公判を行うも、11月に東京高等裁判所は控訴を棄却する。弁護側が上告するが、 1967年10月13日、最高裁判所は、上告を帰却し死刑が確定する。死刑確定から4年後の1971年12月23日、死刑囚、小原保は、東京拘置所で死刑を執行された。小原は、獄中から平塚に何度か手紙を送ったとされる。平塚は1975年に退職した後、自分が逮捕して、 死刑となった人物の母参を行った際に、小原が先祖代々の墓に入れてもらえず、その横の小さな森土がされただけのところに存在に葬られていたのを見て、胸をぐっと疲れたようになり、花と線香を手向けたもののがすることを失念したと述べている。死刑確定後、何かよりどころを持たせてやらなければと考えた、教会士が小原に勧めたのが短歌だった。 小原は,は1969年6月以降、土偶短歌会に入会。次第に教会士へ心を開き短歌を始めるまでに、精神状態は落ち着いた。小原の短歌は、同人誌、土偶主催者の指導により上達。小原は,は、福島聖一のペンネームで投稿し、朝日花壇に選ばれたりした。死刑執行後の1980年に出版された歌集。 昭和万葉集に、小原の短歌が掲載され、3年後の1983年に、交流よ吉信ちゃん事件から20年半人、小原穂の極中歌集が出版される。福島聖一の名前は、今度生まれ変わる時は愛する故郷で聖一筋に生きる、人間に生まれ変わるのだという願いが込められていた。彼が投稿した短歌は370首にも及んでいる。死刑前日に、 小原が読んだ短歌はこの4種である。最終的に犯人逮捕に成功したとはいえ、年月を要したばかりか人質の救出に大失敗したことから、警視庁上層部が抱いた問題意識は深刻なものであり、翌1964年4月1日、日本初の誘拐捜査専門部隊として、捜査一課に特殊犯捜査係が設置された。 またこの事件を一つのきっかけとして、1964年、刑法の営利誘拐に、身代金目的薬種という条項が追加され、通常の営利誘拐よりも重い刑罰を科すよう、改められた。一方、影響された事件も発生しており、本事件が未解決で捜査中だった1964年に、起きた仙台幼児誘拐殺人事件では、犯人が犯行を着想する際に、 本事件が念頭にあったとされているほか、本事件の解決後に発生した、少女ちゃん誘拐殺人事件でも、加害者の少年は、吉野部ちゃん事件の犯人が、身の代金の取引の際、被害者の靴を使ったことを参考にしたためだと、自供している。この事件を題材に、本田康志春は、ノンフィクション、誘拐を、執筆、第39回文芸春中読者賞と、 第9回講談社出版文化賞を受賞し、1979年には、戦後最大の誘拐吉信ちゃん事件として、口述の通りテレビドラマ化もされた。小原の逮捕、犯行事況、被害者の遺体発見を受けて1965年7月5日午前7時35分から、NHK が放送した、ついに帰らなかった、吉信ちゃんは、ビデオリサーチ。 関東地区調べで59.0%の視聴率を記録する。これは今日に至るまでワイドニュースの視聴率日本記録となっている。ただし関西地区調べでのついに帰らなかった吉信ちゃんの視聴率は33.2%にとどまった。客中に記載した通り本事件を契機に犯罪捜査における電話の逆探知が認められるようになった。 1965年3月、この事件を主題とした楽曲、返しておくれ今すぐに、が、ボニー・ジャックス、ザ・ピーナッツ、フランク・ナガイ、市川染五郎、足野博ヒによる共作で発売された。事件の犯人に訴えかけた、この楽曲は、たった一人の人物に聴かせるために作られ、発売された歌であり、小原は、別件で留置場にいた時に、ラジオで、この歌を聴いていたという。 小原が犯行を自供すると、ラジオなどでは流れなくなったものの、後にザ・ピーナッツ、ボニー・ジャックス、市川染五郎のバージョンが、加えて2009年2月には、フランク・長井によるバージョンも CD 化されている。また、ボン・ミハラが本事件を題材とした楽曲、吉信ちゃんを作詞、作曲し、自身の歌唱により自主制作でレコード化したを探せ。ありがとうございます。